かけて燃える街に後はずっと届く叫びを耳にして帰ってきたぞ帰ってきたぞウルトラマン。一体に原因不明の地下変動が起こってるんです。南、あ、調査に行ってくれ。はい、南隊員。おお大将、いや現れたな。さあこっち来なさい。娘なんだよ。隊長のお嬢さん、かわいい。こんにちは。ほらほら、みなこご挨拶しなさい。伊吹美奈子です。はじめまして。どうも、はじめまして。ようこそ。それから、風間照夫君です。よし。娘が通ってる教会で友達になったんだそうだ。はあ。へえ。こんにちは。照夫君はマットの不安なんです。一度マットの中を見学したいと言ったんで、パパに無理にお願いしたんです。まあ、そういうことなんでね。ゴータイン、悪いがこの二人に少しの間付き合ってくんだ。はい、わかりました。そこまで一緒に行こうか。はい。おとなしい少年ですね。そういえば一言も口を聞かなかった。あの少年は老学校の生徒なんだよ。へえ。娘はあの少年と友達になるために簡単な身振りを本など買って覚えてたよ。へえ。優しいお嬢さんなんですね。世話好きでね。あの子の頼み事はみんな人のことなんで、こっちも無限に断れないんだ。まだですか。はいはい、すぐ行きますよ。じゃあLet's go。あれがこれから調査に出るマットジャイロです。テロー君、わかった？郷秀樹、いや、ウルトラマン。私は今、テレパシーでお前に話しかけている。だから、私の声はお前にしか聞こえない。私は、お前に会うために隣の娘を利用して今日やっとその目的を達した。私の使命はお前を殺すことだ。貴様は誰だ？誰なんだ？我々デラン星人はお前を葬った後、この地球を侵略する。え？私はプルーマーという怪獣を連れてきている。しかしこれは単なるおとりだ。お前はウルトラマンとなり、この怪獣に勝つだろう。そしてウルトラマン、その時がお前の最後だ。わかるか？プルーマーに勝った時、お前は死ぬのだ。待て！貴様！テロー君がどうかしたんですか？お嬢さん、こいつだ！私が宇宙人だとでも言うつもりかね。やめた方がいい。気違い扱いされるだけだ。黙れ！何すんのよ！誰か、誰か来て！テロー君、大丈夫？くそ！ゴータイン、子供に何をするんですか？お嬢さん、ゴータイン、待て！地球人は子供を大切にしてくれるな。待て！そいつだ！こいつ！子供たちは返したよ。正直驚いた。一体何が起こったのかと思ってね。申し訳ありません。訳があったんだろう。聞かせてくれないか。話しても信じていただけないと思います。私はいつも君を信じてるよ。ではお話しします。お嬢さんが連れてこられたあの少年は人間ではありません。人間の姿を借りた宇宙人です。ゴー！奴の目的はウルトラマンを抹殺することです。
彼が自分の口からそう言ったのか。あの少年は口が利けないんだぞ。ですからそれはテレパシーです。テレパシーで話したんです。君にか。ウルトラマンのことをどうして君だけに。それはテレパシーのことなら私も知ってる。宇宙人が人間そっくりの姿で地球へ紛れ込んでくる話もな。あの少年は違う。はっきり言ってそれは君の妄想だ。初めから信じていただけないと思ってました。しかし隊長、これだけは聞き入れてください。お嬢さんはあの少年に近づけておくことは危険です。まだわからんようだな。美奈子は君も言ってくれた通り心の優しい娘なんだ。娘はあの少年の友達になってやろうと努めてる。親として娘の善意を踏みにじるような真似はできない。でもお嬢さんが危険な現実にさらされてるとしたら。現実？何者にも汚されない美しい友情、それが子供たちの現実だよ。うん。隊長、僕はどうすればよろしいでしょう。君はどうした方がいいと思うね。任務に戻りたいと思います。じゃあ戻りたまえ。一人で戦うしかない。異変は平地区の霧ヶ丘小学校を地底から起こった。マットジャイロよりマット基地、マットジャイロよりマット基地。平地区霧ヶ丘小学校地底より正体不明の怪獣出現。直ちに出動を願います。直ちに出動を願います。来たか。無理によって小学校の下から出るとは。2号機より1号機攻撃準備完了。ナイス。怪獣に勝った時はウルトラマンの最後だと奴は言った。どういう意味だ。ゴー、大丈夫。大丈夫だ。こんな状態でいるんですか。怪獣が暴れ回るのを指をくわえて見てるだけなんですか。隊長、子供を避けて攻撃できそうな気がします。いかん。ともかくあの子供を救出するのが先決だ。でもこのままじゃ。見ろ、か
怪獣は子供を放したぞ。子供を救出します。マットの隊員です。どうぞ。今安定剤を飲んだところですから、お話は短めにお願いします。はい。どうしたゴー、ウルトラマンになるのが怖くなったのか。明日はこの病院の花咲に出してやるぞ。やめろ。この病院には何十人という重病患者がいるんだぞ。病人を助けたいならウルトラマンになることだな。ウルトラマンになる前に貴様を殺してやる。やめろ。やめんか。病人に何てこと。誰も送ったのか。出なさい。さあ話せ。そいつは行かんか。パパ、この人に出てってもらって。お嬢さん、ご隊員出てきたまえ。隊長、命令だ。私が許可するまで基地を出ることは許さん。はい。テルオ君、大丈夫？ゴー、いい加減にするんだな。子供の首など締めてどうするつもりなんだ。子供ではありません。あいつは宇宙人です。宇宙人か。宇宙人だってことを強引に白状させようとしたわけか。白状などさせる気はありません。殺すつもりでした。隊長は、まさか、ゴーの神経は正常です。そんなことは分かっておる。隊長、お嬢様。病院へ残してきたよ。どこへ行く。お嬢さんを連れ戻します。余計なことをしないでくれ。美奈子は私の娘だ。だったら僕を信じてください。お嬢さんは利用されてるんです。私はあの子を何かの偏見で人を騙したり疑ったり差別したりするような娘には育てたくないんだ。明日、あの病院の近くに怪獣が出てくるはずです。何？あの少年が、いえ、あの宇宙人がテレパシーで僕にそう宣言しました。君はまだそんなことを。もしこの予言通りに怪獣が現れたら、僕の言ってることを信じていただけますか？あの少年が宇宙人だってこと。正直言って、私はあの少年よりむしろ君の方が宇宙人じゃないのかという気になってるよ。どう思われようと隊長の勝手です。あの宇宙人はウルトラマンを抹殺するのが目的なんです。ウルトラマンがピンチに陥ったらあの少年を捕まえてください。部屋に戻ります。ゴー！何をしてるの、こんな夜中に。その機械は何なの。
の近くです。病院の、よし、指定。はい、はい、南、岡、怪獣を病院へ近づけるな。了解。了解。信じるぜ。ありがとう。なるしか防ぎようがないのか。あいつは怪獣に勝った時がウルトラマンの最後だと言っていた。よし、こうなったら一か八かだ。誘導しているとしか思えません。誰かが、ウルトラマンがピンチに陥ったら、あの少年を捕まえてください。危ない。このままではウルトラマンが、ウルトラマンがピンチに陥ったら、ウルトラマンがピンチに陥ったら、あの少年を捕まえてください。
ヤコ、まだこんなとこにいたのか。だって、テルオ君がいなくなっちゃったの。なんだって。来るんだ。テルオ君はパパが探し出す。私も探すわ。ヤコはもういい。パパの言うこと聞くんだ。だって、あ、看護師さん、この子もお願いします。一緒に行きましょうね。ヤコ行くんだぞ。パパ、さあ、早く。僕なら、あの少年は遠い外国に行ったと言いますね。お嬢さんの心を傷つけないためにも。いや、君はそう言ってくれるのはありがたいが、やはり事実を話すつもりだ。人間の子は人間の子さ。天使を夢見さしてはいかんよ。